自分はもともと他のゲームで DEX って名前でやっていたのでそのままロールでもロールだったら DEX って名前が取れなかったので E を増やして使いましたはいえー、っと自分はサドンアタックとか FPS でずっとやってて MMO もいろいろ結構やり込んでましたただ自分は LZL でプレイサブメンバーなんでプレイしていないんですが そうですね、試合出て前回優勝だった RJ とそうです、ね、プレーして勝ちたいですまずはそうです、ね、サブメンバーからテイさんが今メインメンバーなので自分が今練習してもっと上手くなってメインメンバーとして毎週出ることが目標にしていますそうですね本当にに勝ち負けにこだわらず面白いチャンンピオンっていうんだって 自分のメインローラージャングルなのでジャングルティーモとかジャングルレンガーとか結構楽しいです今だったらこの間まではランタンが直され今ランタン直される前でしたら、まあ、YI とか新蔵とかがソロ級で強かったと思いますね今はナウされて、まあ、バイとか多分もっと また使われるようになるんじゃないかなって思いますそうですね好みの女性キャラですザ在ラとか結構シーズン2ずっと使ってて愛着があってもう今じゃ可愛いなって感じですえー、っとさっき話したサドンアタックの一緒にやってたクランのメンバーに誘われて外れましたそうですねうん 5人でやるって、やるなんか一体感っていうのももちろんのことですけど、やっぱり勝ってる時の、そうですね、なんか自分がジャングルで相手のジャングルを荒らしまくったり、バフを奪って相手のジャングルにストレス溜まらせてるなっていう優越感が大好きです。好きな食べ物は焼肉です。ランページっていうよりかは、 自分とルシアンさんともう一人、まあ、共通の友人がいてよくまあその人に連れてってもらう感じでよくご一緒させてもらってます、まあ、今は l j l, l で戦ってるんですけど、まあ、その l j l で勝って日本一になって韓国とか海外でも通用するようなチームになりたいですはいえっと今大学始まっちゃ始まってしまってあのバイトが ある日はできないんですけど、バイトない日は、ですま四、あ、4、5時間ぐらいやってます。そうですね。自分あんまり配信などは見ないんですけど、ボックスボックスとかがまあなんか見てて面白いなって思います。リベンの。ダイヤモンドプロックスさん。今ガンビットの、はい。あの人はなんか、 本当に面白いジャングルをやってるので面白いなって思いますですねなんかカルマジャングル手前なんか一回大会でやってたの見てあなんだこれってでもそのその試合でカルマジャングルで勝っていたので大会で自分もやろうかなって思って挫折しましたはいそうですね自分の長所としてはそうですねなんか結構考えて相手の勝ってる時は すごい本当に、もう絶対価値を覆させないような相手に、ドミネートできると思うんですけど、負けてるときとか、まあなんか結構縮こまっちゃって、あんまり、なんか逆転できなかったり、そういう面が弱いかなって思います。そうですね。スポーツだったら、スノーボードとか、ウィンタースポーツ系が、 ち、まあ、ちょこちょここできます、まあ、毎年行ってますいや全然違いますねここ,ここら辺なんですけど、まあ、新潟とか毎年はい行ってます、はい、ジャングルはそうですね今の現在のメタだったら本当にジャングラーが本当に試合を動かすキャリーするみたいな風潮があってすごい重要なロールなので。 本当に頑張りたいいと思いま,す、はい、まだ自分は LJL 出場していなくてまだ全然認知度とか,かん知らない人も多いと思いますがこれから頑張っていくので応援よろしくお願いします。